正禅寺は、愛媛県西条市に所在する高野山真言宗の寺院。本寺と境外寺院の生木地蔵とがある。三号は、生木山。本尊は、本寺が、薬師如来。生木地蔵が、生木地蔵菩薩。本寺は、周僧群新四国第22番札所。生木地蔵は、四国別格二十霊場11番札所。予六地蔵霊場2番札所。 本尊神言、恩家か,かかびさん、前園祖はか小栄か、かずにて願いをたつる御心は、行くよかはぬくすの木の緑は、生木地蔵は、福岡八万宮が鎮座する四尾山と呼ばれる小山のふもとにある。伝承によれば、空海が巡釈の折、四尾山のふもとで仮根をした。その際に、くすの木の大木に、童子が現れた。これに霊感を得た空海が、 そのクスノキに、一世で、地蔵菩薩を刻んだ。しかし、天の尺が鳥の鳴き真似をしたので、夜が明けたと思った空海は、地蔵の片耳を刻み残したまま立ち去ったと言われている。青葉の茂るクスノキに地蔵が刻まれたので、生木地蔵と呼ばれるようになった。このクスノキの大木は、昭和29年9月26日に来週した、東山ル台風によって根元から倒れた。 そこに刻まれた地蔵菩薩は無事であったので、お堂を建立し本尊として祀られた。なお、東木は樹齢千二百年と推定されており、本堂を向かって左側に祀られている。平成三十一年三月二十一日大師堂が再建され、同時に大師像も修繕から帰ってきて落計された。JR 四国予算線三部川駅から瀬戸内、周装バス。 湯ノ矢口駅行,行きまたは、ホイノ駅に乗車、生木前は捨て上げ車すぐ、熊野神社生木地蔵に関するカテゴリー。ありがとうございます。